吉谷さん最悪の時だから最善を尽くすこれは即果塾の数ある名言の中で私がね結構気に入ってるやつのナンバー10に入るんですけどもトップ10に入るんですけどもうん確かに調子のいい時に最善を尽くすのは当たり前なんですけども最悪な時はより最善を尽くっていうのは何も成功法でど真ん中からいくことばかりではなくて奇襲とかね裏技とかね あの手この手それこそミラクルヤンをすることなんですよ。多勢に無勢って言葉がありますけどもでも多勢に無勢はまともに言ったらね勝てません。でもこちらが力がないのなら力がないなりの戦い方があると思うんですよ。それは強者のですね弱い点を突いていくとか油断を誘うとかそんな方法だと思うんですけどねまあトリックだったり貼ったりもその一部でしょう。 もう絶対に許されないと思いますけども土佐犬ってやつがいたんですよ犬野上の土佐犬上野のマージャンの土佐犬っていうのがね、まあ、あの想像上の人物なんですけども彼のモットーってのは麻雀をやっったら俺は絶対勝つよよていうわけですよ実力でかなわなかったら裏技で勝ってやると裏技でも勝てなかったら張り倒して途中でやめてやるみたいなね。ってなんでついた評判が勝てば持っていく。 負けれれば暴てて払わねえっていう評判なんですよまあでもねその土佐犬と勝負したいっていう人は後を絶たかなくってねその傍若無人ぶりで人気があったそして名前が後世にまで残ったってことなんですよ。これ野上の土佐犬って小説の中の脇役の話なんですけどもでもねやっぱりねものすごい存在感を持って今でもマージャンをする人の中で知らないものはあんまりいないというねそんなストーリーになってます。 いかかがでしょうかね最悪の時だからこそ最善を尽くす。まあそういった精神で持てるカードを使っていけばいいんじゃないかなと思います。まあみんなね、最悪の状態だったら諦めちゃうんですよ。いわゆるサジを投げるっていうんですか。それはね、諦めが肝心っていう言葉にもう完全にね、支配されてます。諦めのいい勝者なんて言いませんからね。しぶとく最後まで、それこそ自分の意思で幕を引くことはなくてね。 前のめりに倒れていく。まあそのぐらいをやっても自分の人生のためにやるわけですから、お釣りが来ると思うんですけどね。いってらっしゃい。